なんか安いスマホを触ってみたいのが、ああ。要するにネタ探し。電子レンジマンの動画。革版が積んだもんなのだ。同じくブルー、池波龍之介。毎回いろいろなガジェット機器をレビューしている電子レンジマンのチャンネルですが、アクオス潜水糸ネタも一段落して、まあ特に今ネタがないのよね、手持ちの機器以外で。最初期にちょっとやっただけだった iPhone14 の単体レビューなんかは今後やろうかと思ってるけど、その新製品がそんなに出ない時期は買い漏らしてるスマホに目を向けてみたいところ。そんなことを考えつつ、先日は中古スマホの紹介動画を作ってたのだ。この動画の中ではギャラクシーのノート9とかエクスペリアの XZ3 とかの話をしてたわね。一方で現在普通に売ってる最新スマホでなんか面白い機種がないかなと、特に5万円台くらいまでで買える安いスマホから探してみたいのだ。高いスマホも ROG、 フォンとかナッシング、フォンとか気にはなるけど、まあ予算と需要のバランスがね。そんなわけで調査してみるのだ。このチャンネルではスマホレビューなどしているので、チャンネル登録よろしくな。ではこう。というわけでまず気になってるのがこいつかな。 au や UQ で販売されているレドミ 12 5G なのだ。もともとは定価が3万円くらいだったと思うけど、今は乗り換え一括1円で買える価格設定になってるのね。これそうだね、公式オンラインストアでは22,001円で買えるのだ。まあ僕が仮に買うとしても機種変更か端末のみ中古で買うので2万円弱かかる感じかな。レドミ 12 5G の良いところは、お財布携帯や防水に対応しつつこの値段であること。先日レビューした 12C と違って、日本国内向けにしっかり隠し仕様に対応してるのだ。 CPU もスナップドラゴン4チェン2搭載、ストレージ 128GB とそこそこスペックが充実。メモリが 4GB だから、ちょっと複数の作業を並行でやるとかはきつそうだけども。重量 200g でバッテリー 5000mAh と電池持ちもそれなりに期待はできるかな。あ、防水防塵性能は IP53 か最上級の IP68 ではないんだね。風呂場とかでは使わない方が良さそうね。カメラはメインレンズと深度センサーのみで、それほど期待はできなさそうかしらね。とりあえず2万円で買えるスマホとしてはそこそこ悪くなさそうには見えるのだ。大画面だし、 6.8 インチ画面でフル HD プラスの解像度だから、動画再生とかに使えそうではある。へえ、急にそのテンションはどうしたのな。なんか急に合成された音声の様子がおかしくなったのをそのまま採用しました。まあ難点としては、なんか地味な機種で需要があるのかよくわからないことは挙げられるかな。安くても興味を持っている人がいないと動画がそんなに盛り上がらないというね。そんなわけで次はこいつなのだ。エクスペリア10マーク5 UQ なら乗り換え一括47,500円からだね。これはそもそもなんで手を出してなかったの？あんた結構エクスペリア好きだったと思うけど。僕は2022年にエクスペリア10マーク4を買って使ってた時期があったのだ。ブログでレビューを書いてるので、一応概要欄に載せておきますわね。こいつがデザインは非常に良かったんだけど、カメラもそれなりに綺麗だったわね。とにかく動作が重かったんだよね。スナップドラゴン695搭載なんだけど、同じ CPU 搭載の他の機種と比べても妙にガタガタだったのだ。指紋センサーも反応が悪かったりして、サイズ感、デザイン、重さの満足度は高いものの挙動が悪すぎて使用を断念したのだ。前のモデルの印象が悪くて結局5も買ってなかったわけね。これで CPU とかが改善されてるならよかったんだけど。あ、 CPU がそのままなのね。この時点で動作の改善に期待しづらいんだよね。一応重量がちょっと軽くなったり、ステレオスピーカーが採用されたりと細かい部分が改善されているのだ。しかし動作そのものの改善にはあまり期待できないため買ってなかったんだよね。その上で価格が通常だと7万円近いということで、コスパも怪しいのだ。確かに695のスマホって普通は3万から5万くらいだから、7万円近い定価だとかなりハードル高いわ。一応中古市場だと5万円くらいで売ってるので、買うなら中古かな。この値段でギリギリかしらね。一応個人的には今回紹介してる中で一番気になる機種ではあるので、需要ありそうなら買ってみたいと思ってるのだ。カラーリングとか良い感じよね。緑色か青紫が欲しいわ。そして3つ目の選択肢がこれ、リベロ 5G4 だね。バイモバイル1000倍のエントリースマホの2023年最新モデルよね。こいつも2万円くらいで買える機種で、乗り換えなら1円とかでも売ってるわね。このシリーズ機になってるんだけど手を出したことがないのだ。理由としてはワイモバイル1000枚なのでちょっとハードル高いんだよね。
月額料金が結構高いので、これ買うために乗り換えるのはきついのだ。ヤフープレミアムの特典とかキャリアメールがつくから、メイン回線でしっかり使うなら悪くないんだろうけども。確かに、この端末を買うために回線契約するのはきついわ。マー回線いらないなら端末単体で買えばいいんだけど、一回触ればすぐ飽きそうな気がしてなかなか買ってなかったのだ。今回の方はトリプルレンズ搭載で、デザインが一見ダブルレンズだけど2つを1箇所にまとめてるのがちょっと面白くはあるね。トリプルレンズの構成は微妙で、メインレンズ以外は深度センサーとマクロレンズなのだ。これ実質シングルレンズみたいなもんよね。使わないもんメイン以外。メインレンズの写りに期待だね。バッテリー容量は 4420mAh でレドミ 12.5G よりちょっと少ないけど、防水性能は高いのだ。 CPU はディメンシティ700で、マー性能は必要最低限だろうね。電子レンジマンの動画。そんなわけで、最近気になっているスマホ3台をちょっと取り上げてみたのだ。まあ、一番気になるのはやっぱり全モデルが微妙だった Xperia 10 Mark 5かしらね。前のがイマイチだったのを体験しているからこそ、あれから改善されてるのかは気になるね。また天下の Xperia ということで、レビュー需要もこの中では高そうかな。最後にもう一個、一応ちょっと気になってるやつとしては、結局4台あるじゃん。よく店で見かける低価格スマホかつ大手製品ということで、アクオス、ウィッシュさんも気になってはいるのだ。ただ発売からそこそこ経ってるし、あまり期待できなさそうなので、これはスルーかな。そんなわけで、今日紹介した機種以外も含めて、レビューが見たいスマホとかあれば気軽にコメントしてほしいのだ。チャンネル登録や評価もぜひお願いします。というわけで今回はこの辺で、また見てくれよな。